代金引換えとは、貨物の運送とその代価決済の双方の機能を持つ運送サービスである。略して、代引きとも。宅配便業者が配達と、代金収集代行をする2016年1月までの代金引換え送付用ラベル2016年1月までの代金引換え u パックのラベル2016年1月までの代金引換,え u, パ金引換え u パックのラベル代金引換えは、 貨物の運送とその代価の徴収を同時に行うサービスで運送業者は指定された場所へ貨物を運ぶとともにその代価を貨物受取人から預かる。預かった代価から運送料、手数料を除いた残額を販売者へ渡す。代価の受取に引き換えるという形で貨物を受取人に渡すというものだが、受取人が商品の品質に不満を抱いたり注文した覚えが、 内な,などで支払いを拒否した場合はそのまま貨物を差出人に送り返す。代金引換への場合、貨物を輸送するのは差出人や受取人とは別の運輸業者や郵便の配達人など第三者である。この点が販売者自身が運送と集金をする配達や商品を運搬しながら売り歩く業者との違いである。代金引換えサービスは多くの場合、 宅配便など小荷物輸送サービスを手掛ける企業や郵便物を手掛ける郵便事業などが提供している。運送料だけを貨物受取人から徴収する運送契約は着払いといい、代金引き換えと違って運送業者は運送料以外の代価は徴収しない。詳細は宅配便外引き制度を参照道サービスの利点としては以下のようなものが挙げられる。荷物の差し出し人は 商品などを発送した受取人が荷物を受け取りながら支払いを拒否したり持ち逃げする危険性が回避できる。また銀行振込などと異なり注文ごとに入金の確認を行う必要がない。通信販売やインターネットオークションなどで代金を支払ったのに輸送中の事故などで商品が手元に届かない事態を回避できる。身に覚えのない荷物は拒否できる。 オークション詐欺や通信販売会社などによる代金持ち逃げ被害のリスクを回避できる。注文後すぐに発送してもらえるため、商品受け取りまでの待ち時間が短くなる。決済に輸送会社を仲介させることで、別途代引き手数料がかかる。その一方、輸送側は荷物と現金を取り扱うため、これを狙う強盗被害なども懸念される。また、 代金支払い時に配達者が釣り線を出すための小銭を持っていない場合がある。特に代引きが複数件ある時に小銭が足りなくなる事態もあり得る。その時に細かい釣り線が出た場合、受け取り人先に釣り線を渡すため再度訪問したり、あるいは荷物の受け取りを拒否されることもあるので支払いの際は釣り線を出さないように十分な小銭を用意して置くのが望ましい。なお、 一般的には、代金引換便の配達を行う前に、配達員があらかじめ配達先に電話をかけて、在宅と支払う金額の確認をすることが多い。このほか、受取人が同サービスに慣れてくると梱包の中身を確認せず、代金を支払うこともあるため内容物が注文した商品と違った場合に、トラブルとなったりすることもあり得る。これを悪用した、代金引換郵便詐欺など、 詐欺の形態も存在する。このため、日本郵便では、2014年頃から、代引郵便物、代引郵メール、代引 U パックの差出しの際に、原則、差出人の本人確認書類ないしは、代金受取先の通帳や、キャッシュカードの提示を求めるようになっている。なお利用には、U パックや一般郵便物ないし派郵メールを除き、事前契約が必要であるため、 事実上は、法人、個人事業主向けのサービスであり、通常は、個人は、受け取り側のみとなる。なお、性能ホールディングス参加の企業では、個人向け Web サービスに登録をすると利用できる、サービスが存在する。日本郵便では、レターパックなどの一部例外を除き、各種郵便物や各種荷物に対して、代引き郵便、U メール、U パック等として、 当てることができるが、2015年10月1日以降は、はがき、ミニレター、特定事項、伝達型本人限定受け取り郵便物への代引き国旗は利用不可となる。なお、差出にあたっては、犯罪や不正利用対策として、2015年頃から本人確認書類や振込先のキャッシュカードの提示などを要請するようになった。ABC、代引きとは 着払いとの違い代引きで荷物を送るときに必要なものを徹底解説。ヤマトフィナンシャル。2020年8月17日閲覧。メルトモビン性能運輸2014年6月22日閲覧。ありがとうございます。